この事件は先月24日、弥富市の中学校で中学3年の男子生徒が包丁で刺され殺害されたもので、同学年の男子生徒が殺人などの非行内容で家庭裁判所に送致されました。捜査関係者によりますと、男子生徒は嫌なことが続き、すべてがどうでもよくなったなどと話しているということです。今日弁護士などによる第三者委員会が開かれ、受験を控えた同級生への追加の聞き取りは行わず、今後再発防止策を検証していくということです。また関係者によりますと、今日名古屋家裁は男子生徒の鑑定留置を決め、今後刑事責任能力の有無を調べます。